ハーシェル400カタログは、ウィリアム・ハーシェルが選定した、星雲目録の中から、1980年頃に、フロリダ州のエンシェント、シティアストロノミー・クラブ・イン・ストリート、アウグスティヌスの会員であるブレンダー・エフ・グズマン、ライドル・グズマン、ポール・ジョーンズ、ジェームズ・モリソン、ペギー・テイラー、サラ・セイが選んだ、部分集合である。彼らは、ピッツバーグのジェームズ・マラニーがスカイテレスコープ誌に、 投稿した論文を読んで、カタログの作成を決意した。この論文で、ミスター・マラニーは、ウィリアム・ハーシェルの収録した2500の天体は、アマチュア天文家にとって、メシエ天体を制覇した後の良い目標のベースになると、提案した。ハーシェル400カタログは、1864年に5000個の天体を収録したジョン・ハーシェルのゼネラルカタログの部分集合となっており、 したがって、ニュージェネラルカタログの部分集合ともなっている。このカタログのフォームは、アストロノミカルリーグエソハーシェル400クラブに基づいている。ハーシェル400カタログ天体の分プレッドイコール銀が、グリーンイコール星雲、イエローイコール星団ハーシェル400カタログには、現在ではメシエ天体の一部であると考えられている天体もいくつか含まれている。 例えば、シャルル・メシエは生存中に M104 から M110 までを出版することはなく、これらは20世紀に付け加えられたものである。ハーシェル400カタログはカルド・ウエルカタログよりも先に出版された。カルド・ウエルカタログはハーシェル400カタログにも収録されている以下の天体を含んでいる。ありがとうございます。